はい、こんばんは。2016年じゃなくて2017年3月の6日月曜日ね。今日はまあ月曜休み明けってことで早かったね。はい、今日成分確認いきたいと思います。ワイヤーキャストっていうソフトを使って YouTube ライブやりたいと思います。うん、よかった。いつも通り仕事から帰宅次第ね、こんな時間。今日は月曜ってことで、もらって早かったね。うん。はい。2017年3月の6日月曜日です。はい、いいね、音声ね。うん、よしよし。はい、こんばんは。どうもね、やるよ。はい、いいね。やめろと言われても今では遅すぎた。激しい恋の風に巻き込まれたら最後さ。やめろと言われても一度決めた心、好みを引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。もしも恋が叶うならばどんなことでもするだろう。僕の人生を変えてしまうのか。黒い黒い瞳の誘惑。やめろと言われたら死んでも離さない。木の果てまでも行こう。君をこの手に抱くなら。やめろと言われたら余計に燃え上がる。好みを引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。切ない胸、夜は更ける。これが恋の仕打ちなのか。僕の人生を狂わせるような。黒い黒い瞳の誘惑。はい、こんばんは。今夜はね、シリクのね、激しい恋を歌いました。2017年3月の6日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものように作品が生存確認に関して、こんな風に話してます。はい、こんばんはね。はい、今日はよかったね、0時前でね。はい、こんばんは。どうもこんばんは。佐藤さん、こんばんはね。金太郎さん、こんばんは。ちょっと激しい声で。あ、やすさん、こんばんは。じゃあもう一回行こうか。今夜はね、秀樹の激しい声。やめろと言われても、今では遅すぎた。激しい恋の風に巻き込まれたら最後さ。やめろと言われても、一度決めた心。好みを引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。もしも恋が叶うならばどんなことでもするだろう。僕の人生を変えてしまうのか。黒い黒い瞳の誘惑。やめろと言われたら死んでも離さない。木の果てまでも行こう。君をこの手に抱くなら。やめろと言われたら余計に燃え上がる。好みを引き裂くまで恋に焦がれて焼かれて。切ない胸、夜は更ける。これが恋の仕打ちなのか。僕の人生を狂わせるような。黒い黒い瞳の誘惑。はい、こんばんは。今夜はね、激しい声を歌いました。流行ったよ。うん、さて、どうもね、今夜の飲み物持ってこよう。今夜の飲み物持ってきます。
今夜はね、こんばんは、はい、これは今夜はね、昨日に引き続き、これ飲もうか今夜は、今夜も今夜、昨日に引き続き、昨日あれ、同じに、やっちゃばってやつ。千住ネギ焼酎、本格焼酎。ね、これ。昨日にする、これはね、これね、この、長ネギを使った本格焼酎。ね。千住宿の名産、ね、そうです。今日はね、キッポンで行く、キッポン。キッポン。ね、ストレートで行きます。だから、一杯で終わろうね、今日はね。ストレート。ストレートで、今日これでストレートで、こんなもん、また議会、今日はストレートでいく。今夜ストレート、あ、いい香り、長、ストレートいいね、ほんと。やっぱストレートだったら長ネギの香りが抜群、乾杯。うん。ああ。で、今日のつまみ、アルコールバーナーで炒め物やる、今日は。アルコールバーナーで炒め物やるね。アルコールバーナーで炒め物。今夜も。アルコールバーナーで。飲んでかな。で、いつものライト。いつものライト。はい。が、炒め物するんで、これ、ストームクッカー L のこのフライパンをこうやって。じゃあ、炒め物やろうか。今夜、ストーム。昨日飲んだ本格焼酎、今日はストレートで。うん、そうね、うん、どうもね。じゃあ今日の炒め物持ってくるね、炒め物。今日はアスパラガス。昨日これ、昨日アウトドアでサイズ買ったなんか食い切れなかったんで。今日食おう。あ、秋山さんどうもね。今日はアスパラガスの炒め物です。アスパラガス。ストームクッカーでいつものね、こんな感じでやって。アスパラ、油汚いね、これ。ノースティックだから。アスパラガス、いいね。アスパラガスの炒め物で、そう、こんな感じで。で、今日はね、昨日の本格焼酎、今日はストレートで。千住ネギ焼酎、今日はストレートで。うん。今日はアスパラ炒め。かな、アスパラね、今日はね、アスパラです、アスパラに、アスパラとね、あれ炒めようか、今日アスパラ1個じゃ寂しいからさ、あれと一緒に炒めようと思って、あれ買ってきたんだ、トルソヨネチューのやつですね。静岡のメーカーのヨネチューのピリ辛チョリソ。これをアスパラと一緒に炒めようと思う。アスパラと一緒に。これ、見えるかな？これ一緒に炒めます。
これね、ベーコンじゃない、ベーコンじゃなかった、これですね、米久のウインナーソーセージ、うん、これは昨日、さっき見てこれ昨日さ、あのアウトドアの最寄りの駅前でのスーパーで買ったんだけどさ、アスパラ、もやし同様食い切れなかったんですね、持ってっちゃう、うん、あそこ3本でね、100円しなかったからさ、買ったんだけど食えなかったんで、今日ね、昨日あの食えなかった、もやし1袋昨日の大きくてね、アスパラまだもやしよりはまだ持つからさ、調査されて昨日買ったやつね、食い切れなかったからさ、あ、いい色になってきたね。このストームクッカーのこのフライパンはね、ノンスティック加工だからさね、だから油敷いてないです。あー、キリッポもいいね、じゃあご飯食わない飲んでっから、じゃあご飯なし、これつまみにして、お、いい香り、もう多分アスパラ良さそうじゃないの、じゃこの辺でチョリソ入れようか、チョリソ、これ入れます、チョリソ、うん、何本入ってんだこれ、1本2本、3本。たぶん、ピリ辛だからね、塩は入れない。これだるいと思うんだ。揚げ付けはこのウインナーのあるから。5本。6本、6本。あ、10本入ってんだ、これ。これね、米久のこれね。このウインナー、これを一緒にアスパラと炒める。じゃあ、こんなお夜食。わ、アスパラもいい感じ。うん、アスパラはまあ火取ってるんで、もうこのウインナーがいい感じになったらいいかな、出来上がりで、うん、今日こんな感じ、うわ、うまそうね。で、今日はね、本格焼酎をストレートで、うん、でかいですね。もう気づくそう。でかいかもしんない。ちょっと、これアスパラ。うん、もうだいぶ。もう、この方はどうかな？今日はアスパラ炒め。うん。うん。うん、で、ストレート、ちょっと休み合いが結構早いんだよね、うん、もういいかな、みんなアスパラはもういい感じ、アスパラ炒め、うんうん、ウインナー行ってみようかな、一個。ウインナー。ピリ辛チョリソって。うん。うん。うん。いいね。で、焼酎ストレート。本格焼酎です。ああ。もう先週はね、遅かったね。うん、もう火止めよう。完成。今日はアスパラとウインナー炒めです。今日はアスパラウインナー炒め、アスパラもいいね、うん、うん、うまい、うまいね、うまい、じゃあ焼酎ストレート、
チョリソー、次からチョリソーってやつね、これね、君のこれ、おやすみなさい。いや、ストレートなんで、これ一杯ね。ああ、それと焼酎を飲みながら。あ、うまい。そう、これ一杯なの。あるよ。うん。下の間。やっぱり久しぶりだね、こういうとこにね。3月6日だもんな、もうな。もう学校ももう卒業シーズンだろうね、ちょうどね、もう。卒業シーズンだね、卒業。あ、うまいね、ウインナーね。この辛さいいね。で、焼酎。あ、ネギのやっぱすごいね。さすがネギ焼酎。今日も昨日に続きこの焼酎です。これ昨日はお湯沸きだったけど今日はね。ストレートで、そうなんですよ、ストレートで、うん、乾きを楽しむ。本格焼酎なんでね。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ。はい、これでいいかな、どうもね。いいですけど、今の恋愛で恋愛する女の子、いいかな、これで。あ、うまい。期待してる男の子ってやつね。そうはタンタカタンだよね、よくあるよね、そうでしょ、タンタカタンね、あんな感じの、あれは有名だよ、よくどこあるよ、タンタカタンってやつ、人のやつね、うん、あれ売ってコンビニで売ってるよね、よくね、うん、あんな感じ、あれのネギバージョンです、これ、あれは人の顔です、これはね、長ネギが、長ネギの顔を楽しみながら、ね、普段合ってるよね、タンタカタンだよね、あれね、象徴、その象徴ね。
うん、そうね、有名だもんだね、うん、コンビニで売ってもあれ。あっという間、最後チョリソー、最後みんな最後、あれ駅は静岡県沼津なんだね、今地方の会社だから安いんだろうね、米駅って、ね、少しね、日本ハムの会社ってやっぱ、ね、値段はね寝頃かんだよね、これ米駅はね、だからいいよね。予定で休みの予定、休み、うん、予定ではそうで休みよ、うん、休みだったらキャンプ行こう、今週はね川蝉ヶ原やるキャンプ行くんだった、川蝉初めてだ、前からしてたけど1回ぐらい行ってみたいなと思って、ランザンの先ね、東武東上線で、ね、ランザンの吉川荘の先の郊外で、まあ、そう、じゃあ週、うん、土日休みだったらキャンプに行きます。はい、アスパラとウインナー炒め美味しくいただきました、ペロリだねもうね。あー、うまかった、あそこのいいところは駅住みってさ、あれ駅とあそこ河原の間にセブンイレブンあるんだよね、あそこね、あれセブンって便利ね、あ、あ、ミリオさんどうもね、あそこで食事でもスーパーは一応肉はもう買ってある、持ってくやつは冷凍庫入ってる、あれ持ってって、それ以外はもうコンビニで買おうかなと思って、雪がある場所行けないよ、滋賀なら電車通るじゃん、雪がある場所、そうなんだ、普通はそうだよね、ネットだったら安いので2000円で買えるように、一人用のね細っこいやつね、うん、あ、うまかった、今日はね焼酎、本格焼酎ストレートで、昨日に引き続きこれ、あ、これやっちゃば千住ネギ焼酎、昨日はお湯割り飲んだけどね、今日はストレートで、だからこれ一杯ですね、うん、ストレートはちょびちょび香りを楽しみながらね、ストレートたまにはいいんだよね、これでね、本格焼酎だからさ、本格焼酎の場合はストレートもいいよ、あれね、普通のなんだっけ、安いなんて、宝の安い焼酎とかだったらさ、まあね、梅干しとか入れてお湯割りがいいけどさ、ね、本格焼酎ならストレートとかいいよね、ほんとね、普通の長ネギの香りがします、長ネギ、やっぱりタンタカタンの白醤油、人の香りするように、あんな感じよ、タンタカタンの白醤油あんじゃん、あれは人の香りするように、これは長ネギの香り、うん、ならないですよね、うん、うん、ああいいね、この一杯で今日はリセット、また明日頑張ろうって感じだね、タンタカタンってやつね、いや、人上手に。あんじゃんね、よくね。あれはメジャーよ、これ。この千住ネギ焼酎メジャーでさ、コンビニでも結構置いてあるとかあるもんね、タンタカタンって。青っぽいラベルのやつね。人上手に。あれは人、あれも人の顔するでしょ？で、これは、うん、ね。そんな感じで、これは長ネギの顔する感じ。女の子見るとね、そうだよ、高まっちゃう、女の子見ると。
よね、女の子はね、若い子はさ、みんなね、可愛いよ、ほんとに。うん、女の子可愛いよ、ほんとね、みんな。ほんと、若い子は可愛いよ、みんなね、ほんとね。見ただけでも気持ち高まっちゃうよ。どうかな、うん。おー、いい感じ。今日はストレートなので、これ一杯で。ちょびり飲みながら。ちょっとやっぱ焼きうどん食おうかな、物さんのやっぱり。焼きうどん食おう、焼きうどん。焼きうどん行きます、焼きうどん。物足んないんで、焼きうどん行こう。やっぱ物足んなかった。あの頃は超残ってる。焼きうどん行く、今度、焼きうどん。焼きうどん行きます、今度。いや、物足んなかったら焼きうどん行く。じゃあもう一回、再び点火。今度、焼きうどん行くよ、焼きうどん。ちょっと持ってくる、焼きうどん。いや、今日の市民の焼きうどん。今日は締めは最後は焼きうどん、あれ 180g のやつね、うん、焼きうどん行こうか、焼きうどんちょっと油このままで最初これ 180g 3つ入ってるよくやる、このままで今日は締めは焼きうどんで、牛丼一食。牛丼。そうね、これ見てるのまあ以前買っといて、これしらす干しまだあるんで、これ大パックで、これをね、あげつけられるんでいいと思って、しらす干し焼きうどんです。締めは麺ほぐれたら、まあ油で大体ほぐれるからね、180g のやつね、茹でうどんね、まあ、こんなもんでストレートの焼酎飲みながら、でこれで味付けはこれね、しらす干し1回2回多かったね、でカンカンやぞ、カンカン、こんぐらいでいいや、しらす干し、こんなもん、まだ使える。大パックでこの間ずっと使ってる、ちょっと使ってる、これね、まだあるから。これでまた、しらす干しあえて。あ、月曜日これで十分だろう。しらす干し塩分入ってからね。締めはしらす干しの焼きうどんで。さっぱりと。おー、いい香り。おー、いい香りだね。いい香り。
爪にちょっと入れて。爪におなじみ一味唐辛子ちょっと入れて。まあやっぱりこれが入るね。酒飲みは辛いの好きだからな、どうしてもね。一すりでいいや。ちょこっと、こんだけ。もうこれでまだ出来上がり。醤油は入れません。お手軽焼きうどん、こんな感じで。アルコールバーナーでね、焼いて焼いてる。まだほう、止め。はい、完成。西宮焼きうどんです。で、焼酎お湯ロック。ロックやストレート。全然ね。そうね、油は入れたい。油は最初に油敷いたよ。あ、いた。あ、いい香りだ。しらすの聞こえて。ありがとうね、うん、おうまい。まあ炭水化物取るとやっぱ満腹になる。満足するね、こうやってね。やっぱり取るんだろうけどね、どうしてもね、うどんとかご飯とか ね穀物系取るとね、やっぱいいよな、うん、うん、あ、ちょうどいい味付け。しらす干しでちょうどいいや。あと一味一振りで、うん、うん、まあね、でストレート焼酎。食べる。最近アウトドア行ってっからね、どうしてもね。炎なる幸せで夢中でさ。ストレートだからね、食べる食べるね。ん？これは三色うどん 180g 3つ入って100円弱ぐらい。よく売ってんじゃん、そういう。その異色うどん普通によく売ってんじゃん。 180g 3つで100円前後で、このやつ。その異色うどん、うん、で、しらす干しと一緒に食べて。で、焼酎ストレート。今度するね。うん、大丈夫よ。うん。うん、うまい。しらす干し買っとくといいならね。ちょっとした炒め物に入れても風味が出て美味しい。食べたかりだもん、働きたかりだよ。44歳だもん、まだ。働きたかりだもん、食べないとね。うん、うん、まっ。でも家で食うって安いよな、ほんとこれ。3食100円でって大体このうどんはね、1食だったら30いくらだね。
焼酎飲み終わりました。今日はこれね、ストレートのこれ一杯でおしまい。ああいいね。じゃあうどん食っておしまいだと。しらす干しうどん。美味しくいただきました、ね、どうも。今日はこの辺で終わろうかな。うまかった。私はね、ピンサロさんどうもね、黒豚さんどうもね、ピンサロさん、黒豚野郎さんどうもありがとう。 D バイオさんどうもありがとうね。今日はこの辺で終わります。おやすみなさい。みりょうさんもどうもね、おやすみね、うん。